イアムカムさん。今日パート2です。ね、これはね、あの This flower is in my garden ね、咲いてた花を作ってみました。あ、これね、すごく簡単なねテクニックしか使ってないんやので、 This flower is make the and very easy ベーシカルテクニックオンリーね、すごく簡単な技術しか使ってないから簡単に作れると思います。とても綺麗でしょ、この色だったんよ。うん、This color ね、ナイス、ベリーナイス。じゃあ行きましょう。ほい、ここ刺しとこうか。ちょっと邪魔かもしれんけど、もう膨らましてます。はい、あ、こっちね。ね、全部で4本使います。 For only balloons260G yellow and mustard and green and mint green and lilac かな、ラベンダーね。いきましょう。これも膨らましています。まずは、作り始めるのはこれからいこうかな。グリーンとパープルからね。グリーンとパープル、はい、これをいきます。Please inflate green and left at 6 inches about. 6 inches about. 残して15センチぐらい。これは、ライラックはどんぐらいかな ?20 センチぐらいかな ?8 inches about. Please left. これを、まずは、後ろ見たらわかると思うんだけど、2ピンチツイストね。ライラック and green, mint green. だから、これを、こうやって、同時に回します。引っ張ってます。引っ張ることで擦れ合わない。親指を押さえて、僕のやり方は引っ張る、ぐーっと力を入れて回す。これも回す。あのピンチツイストもいいし、Please two small bubble 作ってみてください。 Next は and lilac の3つの3ループを作ります。2 same size and 1 little big size。 まずは大きくいきましょう。10センチぐらいかな。 4 inches about 4 and 2 5 inches about and the small next little small bubble and the same。 ちょっと持ってきて、回しながら持ってきて push and this size と same size ね、3 inches about。 これをカットします。もういらない。空気を抜いて、Please one hand tie、 シングルタイしましょう。はい、できましたね。これでパープルができました。次、縦に揃えます。ゆっくり後ろもパープルを、ライラックを上にしてグリーンを下にする。こういう感じ、正面ね。NEXT も膨らましています。イエロー 260G イエロー This here つけます。つける方法は、カネさんは親指、thumb 親指でフィンガーで押さえて pushing and これを後ろに引っ張ってくる。一周回します。で、さらにここの付け根を押さえながら、できるだけグッと引っ張るの。引っ張った方が綺麗に仕上がるからね。そうすると、こういう感じになります。で、これはね、どうしようかな。まあ、一番最後でいくか。あと、カットするからね。NEXT and mustard。mustard。mustard を作ります。これは3ループ。3ループ。same size。about 4 inches about。これと、だいたい same size ね。はい、行きましょう。これもうね、こっち側で作ってくっつけてもいいし、こっちに直接くっつけて作ってもいいけど、これ It's very narrow space、 すごい狭いの。だから難しかったら、今からやり方でいきましょう。10センチ、プッシュ、10センチ、4インチ、4インチ、about、ループ。もうちょっと調整しながらね。これをカットしますね。いらない。
空気を抜いてシングルハンドタイアンで回す。これとこれをくっつける方法だから、あえてこれを残しておいたら楽です。じゃあどうするかっていうと、これをここにくっつけたいね。これを使いましょう。これを使います。後ろから回してきて、できるだけこのセンターと、見える？このセンターとリスセンターが近づけばいいから、そうするためにどうすればいいかというと、まず1回目は、まあ、簡単にこう引っ張ってます。2回目はグーッと強く、そうするとかなり近づいてくれますね。あとは整えるだけです。整えましょう。で、できればこの隙間にこのリーフを、マスタードをちょっと差し込んだらいい。これにこれをちょっと縦に差し込むとちょっと安定します。あとは調節してください。整えましょう。で、後ろも整える。こんな感じかな。はい、できましたね。これはもういらないからカットします。これ風船ってストレートでしょ。これね、こうやってやったら曲がるから、ちょっとしゃくれます。しゃくれるから正面に浮かせたいなと思ったら、ちょっとしゃくったらいいよ。こうやってね。はい、できました。で、最後にこのグリーンをこれとこれの間にビートウェイン プットイン差し込みます。こんな感じかな。はい、ラスト葉っぱを作りましょう。リーフ、プリーズメイクリーフ。これはもう適当です。はい、メイクツーループ、ツーループ。こんぐらい、あ、いいな。横にします。横にして、で、これもストレートだから、ストレートだから、これをクッとやる。クッとちょっとしゃくれるでしょ。これもクッとやる。クッとしゃくれました。はい、できた。これね、咲いとったんよ、庭に。こんなちっちゃい花、めっちゃ可愛かったんよ。で、作りたくなりました。なんかね、May 10th は母の日でしょ？マザーズデイでしょ？だから、お母さんにね、プレゼントしてもいいかもね。花束にしてね、こうやって。リボンをかけてね。いいかもしれません。はい、それでは、グッディワールドのカネさんでした。みんな頑張ってね。家におらんやけんけど、みんなで乗り越えましょう。またきっと乗り越えられる日が来ると思います。じゃあね。 See you again. バイバイ。